最後にもう一度聞く。心を開くつもりはないのか。お前にはあのお方の真心がわからないのか。無実の罪で自由を奪い、肉体を征服するのがあの方の真心なのですか。覚悟はできています。あの方からも運命からも逃げられないこと。キヨさん、子供たちを頼みます。目隠しはいりません。え、貴様、死ぬのが怖くないのか。あの方にお伝えください。この世にはお金や権力では手に入れられないものがあること。たとえ肉体は征服できても心までは征服できない。そしていつの日か私の血を受け継いだ者があなたたちを倒す時が必ず来ると。ほざけ！金山様、大変です。子供たちが消えました。何？何じら命短くてメイドの旅に来たるなり。シャバとメイドはほど遠し、我をメイドの父母がと思う手明けくれたのめよと、幼き者を御衣のもっそのうちに書き入れて、哀れみたもおぞわりがたき、いまだ歩まぬ緑具を釈上の絵に取りつかれ、肉肉慈悲の御あたりに抱きかかえてなでさすり、哀れみたもおぞわりがたき。かたじけのうございます。屍峠にはどう行けばいい。本堂の裏手の山道を行かれるとよろしいが、してお前様はどこへ行こうとしておられるのじゃ。岬。岬じゃと。何のために。失ったものを取り戻しに。お人探しでござり申すな。お前様は人を殺したことが終わりじゃな。一里も先からただならぬ殺気が伝わって気をした。私は口寄せをなりわいとするいたこでござります。手まりを拾っていただいたお礼に高齢を試して信ぜよう。高齢。探し人が生きておればいずれ会える日も来ましょうが、死しておれば永遠にかなわぬこと。もし死後界におれば口寄せに応ずるはずじゃ。まれ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 て生の初めに暗く、死に死に死に死んで死の終わりに暗い、死の終わりに。鍵印。とてつもない魔力を秘めた生き霊でございます。百年、いや千年に一人の手まりを身代わりにせなんだら、この私生き霊さえ怨念のあまり生きながらにして悪霊とかす。この世にたたりと災いをもたらす怨霊。どうしてもその人にお会いなさるおつもりか。諦めるわけにはいき申さぬか。自然の旅となりもおすぞ。
なぜ今さら弟を力を。私の運命の地図を見極めるためです。老子はおっしゃいました。人は誰も自分の地図に従って生きる旅人に過ぎぬと。そしてカルマを果たすまで死ぬことはできぬと。ナチと私は刑務所で生まれた双子の兄弟です。私はサイガーの家に引き取られ、何不自由なく暮らしてきました。母が死刑囚だったと知り、家を出た後老子のもとで生きてこれました。しかしナチは、私は弟に会って償いをしなければなりません。長い間お世話になりました、長老氏。待て、弟を探すのなら岬へ行くがよい。岬、そこに那智が。じゃが、そこは呪われた土地。人が生きながら死んでいく魔境じゃ。お前の運命の終着点かもしれんぞ。さすがだな、サイガさん。超前期老師には私の他に日本での弟子がもう一人いると聞きましたが、あなたが。俺は深尾新吉、あんたを待っていた。俺を？これは。驚いたかい。8年前の広島条約で全世界の原子炉と核兵器は廃絶されたはずなのに、ここには劣気とした原子力発電所が存在してやがる。地図にもないこの場所を土地の者は岬と呼んでいるがね。これが岬では、日本政府はここで秘密裏に原発を。政府？ふん、ここの所持者はそんなちっぽけな代物じゃねえ。国家を超えた巨大な組織だ。それに岬の秘密はそれだけじゃない。もっと恐ろしい本当の正体があるんだ。深尾さん、あなたは一体何者なんです？そうだな、神の計画から人類を救うロンギヌスのメンバーとだけ言っておこうか。ロンギヌス？ロンギヌスとはゴルゴダの丘でキリストを槍で刺したローマ兵士の名だ。力夫、あんたが生き別れた双子の弟を探しにここへ来ることは分かっていた。どうだ、我々に協力してくれんか。ある任務のためにあんたが必要なんだ。任務？この岬にいるある男を暗殺するんだ。その役目を力をあんたに引き受けてもらいたい。俺に？しまった、黒騎士隊だ。岬のセンターのこの絵兵だ。ネズミ狩りだ。大丈夫か、力夫？ああ。黒騎士隊を素手で倒すとは、どうやら貴様らただのネズミではないらしいな。わしだき、岬を統括するセンターの総統だ。こいつは俺がやる。ロンギヌスの特殊工作員が岬に潜入したという情報はすでにセンターに入っておる。
聖なるこの土地を汚す害虫はわしのこの手で駆除してくれるわ。ふざけるな。リキオ、あいつを殺せ。あいつを倒せるのはお前だけだ。お前が岬に引き寄せられたのはあいつをこの世から抹殺し日本を滅亡から救うためだ。スカオ、身の程知らずが。どうだ、鉄隕石刀の切れ味たっぷり味わったか。貴様、お前は。もういいかい。待ち。耳元に聞こえた声は確かにナチだ。俺にはわかる。ナチはすぐそばにいる。ネロ、ワシザキ様の命令だ。お前を大聖堂へ連れて行く。ファンクラチョン、選ばれた剣闘士が互いに相手を殺すまで戦うライブショーだ。好きなものを一つ選べ。どういうことだ。次の試合にお前が出るんだ。早くしろ。嫌なら今ここでお前を撃ち殺す。武器はいらん。俺にはこの拳がある。ただいまより本日のメインイベント、時間無制限一本勝負を行います。赤コーナー、対戦成績7戦7勝、与那原賢章。与那原、待ってたぞ。片胸、今度もお前に勝てっからよ。いいな、その調子使って決めてくれよ。青コーナー、対戦成績なし、タイガー行きよ。何だあんた、ベケル、もっと手堅いのあるやつ出せよ。そんな飛躍じゃ1分ともたねえぞ、引っ込み。わしざき、なぜ俺をこんな試合に。ふん、試合開始。これは水銀ヌンチャクよ。中に詰めた水銀が遠心力でぶつかり合って骨をも砕く破壊力が生じるんだ。貴様の頭など粉々にしてくれるな。どうした、そいつでお返ししないのか。どうした、何やってんだよ。早くやらねえか。恨んでもいない相手を殺せないか、甘い男よの。Yeah.
バカめ、一撃で倒せた者をわざと急所を外しおって人思いに殺さぬから苦しんでおるわ。まだ勝負は終わっちゃいねえ。その際にはトリカブトの毒が塗ってあったのよ。あいつだ。生き神だ。生き神が現れたぞ。あいつ前に死んだ剣闘士を生き返らせたことがあるんだぜ。ああ、俺も見たぜ。また今度も夜なばるを救うのか。でも俺を恨んでいるのか、お前を捨てたこの俺を。ま、待て。あ、いかん。トリカブトの毒が全身に回り始めた。ナチ、待ってくれ。ナチ、ナチ。死んでたんだ。だから楽にしてやったんだよ。ナチ、お前。ナチ、かくれんぼして遊ぼう。うん。もういいかい。私の子だ。いいね。もういいかい。あ、なち。目覚めたか、サイガ。三日三晩高熱にうなされていたが、ようやく回復したようだな。ここはセンターの地下100メートルだ。剣闘士は生きているうちは特別待遇だ。今夜の試合までにたっぷり栄養をとって体調を整えておけ。トレーニングルームはこの奥だ。人間には見えないだろう。俺は原子炉での作業用に肉体改造されたロボットだ。放射能と高温の炉心での作業は生身の人間じゃ命がいくつあっても足りない。だが俺たち肉体は改造されても心は失っていない。だから自由を求めて反乱を起こした。だが暴動は鎮圧され、死亡者の俺は強制収容所に入れられた。
俺が剣闘士を志願したのは人間に復讐するためだ。俺はここまで9回戦って9回とも勝ってきた。あと1勝すれば御社で収容所から出られる。じゃあ剣闘士は皆収容所の。お前は違うのか。俺は岬に弟を探しに来て捕らえられたんだ。鷲崎がなぜ俺を剣闘士にしたのかは分からんがな。ああまた壊しやがって。このバカが。奴隷上がりのロボットのくせに分をわきまえろ分を。てるどもこの野郎。剣闘士は特別待遇じゃないのか。うるせえ、ロボットは別で。覚えてやれ。なぜ俺を。人間に復讐すると言っていたが、そういうあんただって人間じゃないか。岬で俺を人間と認めてくれたのはお前だけだ。ほら、もたもたすんな。どうだ、そちらの進行状況は。はっ、トンネル作業の方はただいま突貫工事で進めておりますので、海底プレートに到達するまであと一息かと。その言葉信じよう。昨夜アメリカの宇宙ロケット燃料工場で大爆発が起きた。先月のロケット墜落事故と同じく、神の計画を阻止しようとするロンギヌスの奴らの仕業に違いない。神が定めた終末の日まであとわずかしかない。もし遅れが出るようなことがあれば、その部分を切り捨てて計画を実行に移すこともあり得る。え、ところでナチの様子はどうだ。は、実は JP 国務刑務所を脱走した西賀力雄がこの岬に。何。今奴を拘禁して力を試しているところです。それで。は、確かにナチ同様恐るべき力を秘めているようで、国務刑務所を一人で叩き潰したという情報は本当のようです。そうか、面白い。二人のことはお前に任せる。は、では良い成果を期待しているぞ。十二家族に栄光あれ。十二家族に栄光あれ。切り捨てられてなるか。俺の手の中には今あの二人がいるのだ。鍵十字は太陽のコロナと宇宙の爆発を表すという。そして六芒星の三角形は核分裂と核融合。この二つが一つに合わさると、もし俺の手であの兄弟を支配できれば。青コーナー、対戦成績一戦一勝、西賀力雄。力雄、今夜はお目にかけるぜ、頼むぞ。赤コーナー、対戦成績九戦九勝、アトミックロボ。力雄、十人目のお前に勝てば俺は自由の身になれる。悪く思うなよ。ロボ、あいつだ、また現れたぞ。ナチ。役者が揃ったようだな。試合開始。うわ。貴様。どうした力雄、なぜ攻撃してこない。今度こそ叩き潰してやる。うわ。折れた肋骨が胸に刺さった。ナチ、俺を殺せ。与那原と同じように俺を苦しみから救え。殺せ、ナチ。わ
笑っておるわ。兄の苦しむ姿を見て楽しんでおる。ナチ生きよう。貴様なぜ俺と戦おうとしない。このまま首をひねり潰されてもいいのか。やるなら早くやれ。人間同士なぜ殺し合わなきゃならない。ナチのサイキックパワーだ。手についているものを。俺だってお前たちと同じ赤い血が流れているんだぜ。ロボ無者だ。リングを申し上げるなんて。ロボ、俺がバカだったぜ。本当の敵が目の前にいるってのに。お前を殺したら俺は人間どころか獣者になっちまうとこだった。ロボ、暴れよ親友。ロボ、まさか。わしざき。力を一人殺せぬガラクタが私に何の用だ。俺は人間だ。ロボ、わしざき貴様。その六芒星の力、今の試合で解くと見せてもらったぞ。力よ、そして確信した。お前もナチ同様、神の計画のために生まれてきたのだとな。何？神の計画とは一体どういうことだ？知りたいか？もうすぐ人類の上に神の定めた終末の日が訪れるのだ。大気圏のオゾン層が破壊され、死の放射線が降り注ぎ、世界中にあらゆる災害が起きて人々は死滅する。今地球上の人間は皆腐りきっている。不治の病に侵されているも同然だ。我々はそんな人類を憐れむ神の命令を受けて世界を滅亡させ、選ばれたごく少数の者だけが宇宙へ飛び立って生き残る。そして宇宙に出た我々は真なる人類として生まれ変わり、人類が死に絶えた地球に戻って、飢えも病気も戦争もない神の王国を築く。バカな、貴様のやろうとしていることは悪魔の所業だ。その通りだ。人類の蘇生のために我々は今悪魔を演じようとしているのだ。貴様は恐ろしい男だ。深尾が俺に殺せと言った意味がやっと分かったぞ。あの男が殺せと言ったのは私ではない。あそこにいるナチだ。あの男こそ人類を破滅に導く滅びの子だ。ナチは神の計画を実行するあるお方の命令でこの岬に送り込まれてきたのだ。教えてやろう。この岬は日本列島を消滅させる拠点なのだ。岬の地下には今深いトンネルが掘り進められている。そして海底プレートにナチのサイキックパワーで振動を与えるのだ。そうすれば大地震が起こり、日本列島は大陸棚から地滑りして海に沈む。ナチはこの日本を壊滅させる起爆剤なのだ。そんな。そして力をお前もだ。お前たち兄弟の手に刻まれた鍵十字と六芒星はまさしく滅びの子の印。お前たちは神の計画を実現するためにこの世に生を受けたのだ。嘘だ。嘘ではない。なぜならお前の並外れた力の源はその六芒星にあるはずだ。力を、我々の同志に加われ。そして選ばれた人間として滅亡の世から生き残るのだ。それが神から与えられたお前たち兄弟の使命なのだ。ふざけるな。貴
様のカルマは俺が地獄へ運んでやる。鉄隕石塔がナチ。ナチ貴様なぜだ。お前はあのお方の命令で。俺はあいつの言いなりで岬に来たのではない。あいつの計画を挫折させるためだ。岬もあのお方に切り捨てられる。すべてはナチのせいだ。奴は悪魔だ。生神様、どうかこの子を杖なしで歩けるようにしてください。歩いてごらん。ありがとうございます、ありがとうございます。お、おい、なんか匂うぞ。おい、これガソリンだ。クーラー、出てきたな、ウジ虫ども。ナチと一緒に灰にしてくれるわ。バチ当たりめ。ナチ様を怒らせると岬が海に沈むぞ。ハッ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 ハ。袋のネズミ何ができる。みんな地獄へ行くがよいわ。お前ならここから逃げられる。お母さん、早く逃げ。ダニの幼虫が出てきたな。やめろ、わしさき。ハハハハハ、間抜け目。今頃現れよって、貴様の弟はすでに地獄の豪華で焼かれておるわ。あのお方に見捨てられた今となってはこの世に未練はない。貴様も道連れにしてくれるわ。なんだ、マジ。力よ、あれがナチの本性だ。奴は悪魔だ。
ナチ、お前のカルマ、この兄が立ってやる。兄だと貴様が。この世に俺の肉親など存在しないわ。父も母も、それに兄弟も。まもなく岬は地獄の地と化す。何？行くぞ！ついに岬が海に沈む時が来た。何？俺と貴様の力が合わさって破局を招いたのだ。俺がなぜ富士の病人どもを治していたか分かるか。奴らを救うためではない、より苦しく残酷な死を与えるためなのだ。ナチ、岬の人間どもは一人残らず海の藻くずと消えたわ。ナチ、わし崎の言った通りだ。お前は悪魔だ。この世のものじゃない。そうだ、俺はとうの昔に死んだのだ。寒い雪の朝にな。貴様にはわかるまい。地上でただ一人の肉親に捨てられた幼い心の痛みがどんなものか。狂わんばかりの悲しみと絶望から逃れるために俺は自分を死者だと信じ込ませたのだ。そして呪った自分を捨てた兄を、この世に自分を産み落とした父母を、そしてこの世に生ある者全てを呪ったのだ。死ぬがよいわ。ナチ、もはやお前に許しを請う気持ちはない。俺が最後にできることはお前の果てしない殺戮に終止符を打つことだけ。ナチ、兄を呪え。だがもう二度と他の人間を呪うのはやめろ。お前のカルマを灰にする。ナチ、兄さん、もう遅い。もうすぐ東京も地獄と化す。東京は？兄さん、後を頼む。あいつへの恨み、復讐を誓いながら、結局あいつの思惑通り終末の笛吹きを演じてしまった。あいつ、俺たちをこの世に生み出した男。墓を、母さんの墓を暴けばわかる。兄さん、な、ナチ！もういいかい？まだだよ。兄ちゃん、どうして僕を捨てたんだ？ごめんよ、ナチ。お金持ちの子になって自分だけの三輪車が欲しかったんだ。
臨時ニュースです。今日正午頃、東京を中心とする関東地方南部一帯をマグニチュード13の巨大地震が襲いました。そのため首都圏の交通と通信の機能は現在完全に麻痺状態に陥っております。詳しい被害状況などは情報が入り次第お伝えします。始まりましたの終わりの始まりが、何十万もの死者があの世に旅立ち申したぞ。さぞかしあの世も窮屈になり申す。清さん、子供たちを頼みます。あの子は岬で新しい地図を手に入れたのじゃ。東京で何が待ち受けていようと、所詮は夢じゃ。生阿弥陀仏。生ぬるい風が吹き抜けてゆく。